今日は私、平賀凛が信長さんに令和の牛丼屋さんを紹介します。うむ、よろしくなり、楽しみである。じゃじゃん、ここが吉野家です。吉野家、どこぞの武将の家であるか。吉野家じゃなくて吉野家ね。武将の家じゃなくて牛丼屋さんだよ。吉野家の牛丼は超美味しいから信長さんも食べてみて。うむ、その前に吉野家の当主に挨拶をしたい。挨拶？挨拶なら店員さんにすればいいよ。店員さん、こんにちは。こんにちは。待て待て、わしは織田家当主であるぞ。戦国時代といえば織田とも言われる織田家当主の織田信長であるぞ。その織田家当主が来たのだから、吉野家も当主が出てくるのが礼儀であろう。だから吉野家じゃなくて吉野家ね。吉野家は戦国武将の家じゃなくて牛丼屋なのよ。とりあえず牛丼頼むよ。すいません、牛丼2つください。はい、牛丼は並盛りでよろしいですか。あ、私は並盛りでいいけど、信長さんは？並盛り？波って普通のことだよな。普通は嫌である。波が嫌って、じゃあ大盛りがいいの？いや、量は普通でいいんだけどさ、わしあの織田信長ぞ。天下の織田信長が波ではダメであろう。波じゃなくてちゃんと美味しくしてくれ。いや、波盛りってのは牛丼の量のことであって、美味しさの段階のことじゃないのよ。なんだと紛らわしい。量が聞きたいなら多めとか少なめとかで聞けばいいであろう。波でいいかと聞かれたら、味が波でいいのかと聞かれたと勘違いするであろう。そうしたらみんなどう答える？波じゃなくて美味しいのがいいですって答えるよね。そうですね、店員さん、波2つでいいです。だから波じゃなくて美味しいのだって。信長さんには言ってなかったけど、令和では波という言葉は超美味しいって意味なんですよ。何？そうだったのか。面倒だから適当にごまかしておこう。お待たせしました、牛丼並です。来た来た、信長さんとっても美味しいから冷めないうちに食べよう。ダメだ。え？ダメ？見知らぬ家で出された食事を毒味もなしに食べるなどわしにはできん。毒味って食事に毒が入ってないか確かめるために、家臣に先に少し食べさせることだよね。大丈夫だよ、吉野家の牛丼に毒なんて入ってるわけないよ。吉野家の当主とも会ったことないのに、出された食事を毒味もせず口にするわけにはいかん。もしかしたら吉野家の当主は織田家との戦を企んでおり、わしの命を狙っておるかもしれんではないか。だから吉野家じゃなくて吉野家だし、吉野家は武家じゃなくて牛丼屋なんだよ。まだその勘違いしてたの？武家ではないのか。では吉野家はどことも争っておらんのか。争ってるといえば、同じ牛丼チェーンのライバルにすき家と松屋があるから、そこと争ってるといえば争っているのかな。すき家と松家と争っているだと？やはり血で血を洗う争いを繰り広げる武家ではないか。すき家はともかく、松屋に至っては家の文字が家じゃなくて屋根の屋だからね。どう間違ったら松屋が松家になったの？凛よ、先ほどから吉野家を観察していて分かったが、吉野家の者たちは庶民に食事を与え笑顔で接しておる。これが令和の武家のあり方なのか。戦国の偉そうにする侍とは大違いじゃ。だから武家じゃないって、いい加減にしてください。しかしこんな平和そうな吉野家も好き家と松家と争っておるとは、戦国から令和になっても人々が牛丼をめぐって争うのは変わらんのか。今戦国でも牛丼をめぐって争ってたって言った？戦国に牛丼なんてあったの？当たり前じゃろ、戦国時代を原始時代とても思っておるのか。あまり戦国をバカにするでないぞ。すいません、戦国時代に牛丼があったのは初耳です。学校の授業では仏教の教えであまり肉を食べなかったって習ったような。戦国時代にも牛丼をめぐって様々な争いがあったのだ。凛も知っておるように、わしが戦った戦で有名な桶狭間の戦いも長篠の戦いも牛丼をめぐって争いであったであろう。いや、初耳なんですけど。つまり牛丼を制する者が天下を制するのだ。もう訳が分からなくなってきたね。というわけで吉野家を乗っ取るぞ。この牛丼屋はわしがいただく。ああ、やっと武家じゃなくて牛丼屋だって理解したのね。最後まで動画見てくれてありがとうございます。牛丼屋さんはどこも美味しいけど、私の中では普通の牛丼なら吉野家、トッピングするならすき家、ビビン丼の松屋って感じです。みんな美味しくてみんないい。次の動画も見てください。